ダブルボランチが白井と3試合ぶりスタメンの豊島、右のワイドに山田優斗、左にマテウス・サビオ、2試合ぶりスタメンの大南と佐々木のセンターバック、左、こちらもおよそ3ヶ月半ぶりの復帰となりました三浦。川崎は直近5試合連続ドロー、勝ちきれないもどかしさを払拭したいゲームです。近くを使います。家長外して中へ、やせろー。ゲーム立ち上がり先制、川崎フロンターレ山梨、今シーズン6得点目です。マルシーニョカウンターに行くフロンターレ、マルシーニョ左には山本サポート、マルシーニョ山本を使う、山本中へ、山梨、マルシーニョ、山本、山梨、フィニッシュまで持っていきました。フロンターレのカウンター、山本から右のスペース、家長ダイレクトファーサイド、コントロール左足こぼれた、脇坂、もう一度脇坂です、落とします、ちょっとこれがずれましたが、すぐサポート佐々木、右の家長クロス、速いボール、前半10分経たないうちに2点目、追加点を奪いましたフロンターレ。17節の名古屋戦でも序盤に2得点を奪って2点のリードを取ったんですが、それ以来となっています。マテウス・サビオからファーサイド、追い返した、飛び込む、うわー、1点返しました柏レイソル。ファーサイド15を折り返し、最後は白井。ゲーム立ち上がりから互いに点が入ります。前半アディショナルタイムは2分です。日本長いボール、マテウス・サビオ収めた、行く横パス、木下左足、ちょっとまだあります、滝下落とした、サビオさらに後ろから豊島、立花田のブロックです。前半アディショナルタイムは2分です。日本長いボール、マテウス・サビオ収めた、行く横パス、木下左足、ちょっと飛んだ、まだあります、滝下落とした、サビオさらに後ろから豊島、立花田のブロックです。滝田ターゲット、背後ジエゴ、前半が終わりました。リードしているのはフロンターレという展開になっています。そのフィニッシュまでの過程、それから最後のジョンソンのパンチングです。山田優斗が拾います、速いボールを送ってきた、飛び込む、柏レイソル角田裕樹、加入後初スタメンで初ゴール、結果残しましたね、はい、いやでも一つ言えることはマイナス、マルシーニョ、いやー、最後は脇中、ただその前ちょっとレイソルのキーパー、ま、ジェゴ、立花田、競り勝って小山津、ハンドをアピールしてますが笛は鳴らず、奪った、中村レフリーはこれをどう判断するか、チェックが終わりました。 PK です。でちょっとコース甘かった、ここでファイナルホイッスル、
戦5試合連続ドローという。